はい、今日はバレエダンサーを、ポートレート撮ります。10分間で10ミニッツフォトセッション。はい、10分間でポートレート撮ります。10ミニッツフォトセッション。今日ね、全身ユニクロなんですけど、この一見普通の女の子と見せかけて実はバレエダンサーなんで、ちょっとねバレエ の動きを交えた感じでポートレートを撮っていきます。はい、じゃあタイマーはい、じゃあ今から、はい、じゃあタイマー今からスタートします。 OK、 はい、じゃあ10分今からいきます。カメラはねアルファ 7S3 で、50mm 最初使っていきます。 OK、 じゃあ最初ちょっとね普通の感じでまず使いたほうが使えた感じ。 OK、 いい感じです。はい、はい、ここからはナレーションも交えながらお話していこうと思います。さっきもビデオの中で僕が喋ってたように、今回はねモデルがバレエダンサーです。まだ18歳かな、17歳か18歳なんですけど、まあ、これからプロのバレエダンサーを目指してるっていう、モデルなんですけど、今はちょっとねコロナ期間中で、オーディションとかがあんまり開催されてないらしいんですよね。だからちょっと香川県で、自主トレをしながら、これからプロになるためのそのオーディション、バレエ団とかのオーディションが、開催されるのを今待ってるっていう感じですかね。だからこう未来の、プロバレエダンサーになるかもしれないっていう感じかな。で、ピジョトで撮った写真とかを、オーディションとかで多分使ってくれたりしてるんだと思うんですけど、この日はね、特にバレエっぽい写真というよりかね、バレエのエッセンスが入ったようなポートレート撮影をしてるっていう感じです。普通に撮ってもいいんですけど、そのやっぱりバレエダンサーなんで、ちょっとなんか若干なんか普通の、一般人というか、そのなんていうの、常人、バレエとかをやっていない普通の人では撮れないような写真を撮れたらなと思って、ちょっとこうスタジオで撮ってます。スタジオの中だけなんで、できることは限られてるんですけど、それでもね普通に立つだけでも立ち姿がやっぱりなんかちょっと違いますよね。今なんか背伸びしてますけど、今ね一応ねトーシューズだけ履いてる感じかな。あとは全身ユニクロのなんか普段こういう感じで、ウォーミングアップとかで着てるような、ストレッチとかをするときに着ている感じの洋服らしいんですけど、本番のなんて、本番というかそのバレエの、レッスンの前に多分ストレッチめっちゃしようかな。なんかもうね足を一直線に広げて開脚してストレッチしながら、携帯で動画を見たりとかなんかしてるらしいんですけど、そんな感じで日々なんかストレッチはなんか癖のような感じだから、普通に僕たちがこうくつろいで座ってなんかテレビを見たりするようななんかだらけた感じの格好が、それがストレッチをした状態でなんかリラックスすることの方が多いらしいんですけど、で今もなんかつま先立ちでこうポーズを一瞬撮りながら、その瞬間にシャッターを切ってるっていう感じで撮影してるんですけど、あんな感じで、ちょこちょこバレエっぽい動作を入れながら撮っています。で、ライトは使ってなくて、その外からの、これもバレエダンサーしかできないポーズですよね、こんなの。こんな感じのポーズとかを、自然にというか、勝手にやってくれてるっていう感じかな。僕が特に何も指示せずとも、なんかバレエっぽいポーズを勝手にバンバンやってくれるんで、こんな感じで撮ってます。で、さっき途中でしたけど、そのサイドからの自然光、窓から入ってくる自然光だけで撮影してます。で、柔らかい光ですよね、直射日光とかではなくって、間接光で外の光が入ってきてるような時間帯です。で、柔らかい光 で使ってる機材もα7S3 に、レンズがプラナ、僕がよく使ってる 50mm の単焦点レンズ、ソニーとカールツアイスがコラボで出している、で開放 F1.4 の、レンズで、ほとんどね多分ね開放で撮ってたと思います。多分絞っては撮ってないんじゃないかな。だからほとんど 1.4 の写真かな。で、その外からの自然光の柔らかい雰囲気と、でレンズのその F1.4 の、その被写界深度が浅めの柔らかい雰囲気を、出して撮ってる感じかな。
まあでもあの室内はねそんなに明るい状態ではなくて薄暗い感じなので、まあその柔らかい雰囲気とちょっとこの落ち着いた薄暗い感じのトーンを交えながら、まあちょっとポートレートっぽいだから何て言うんやろうな、柔らかいけど若干大人っぽい感じ、クールな感じもまあ雰囲気に入れつつ、まあちょっとこのバレエダンサーのイメージというか、まあ今着てる衣装がなんか上半身が黒っぽい服なんで、ちょっとこうクールな感じも見せつつみたいな感じかな。まあ僕個人的にはね、50ミリこういう感じで今見てる写真みたいにあのバストアップぐらいの距離感で撮る時にはすごい向いてるレンズだなと思ってて、まあだから結構アップ目の写真とかはね、もう僕は50ミリで撮るのがかなり好きです。何やろな、この F1.4 なんで、まああれぐらいのアップ目の写真だと、まあ目にピントがあって状態から、耳のあたりはもうすでにボケてるような雰被写、まあ、そのボケ感、被写界深度の浅いボケ感がなんか柔らかい雰囲気をなんか出してくれる感じはするんですけど、まあ、そんな感じで 50mm の明るいレンズ、まあ、F1.4 とか、まあ、F1.8 のレンズでも全然いいですけどね、その F2 よりも明るいような感じのレンズだとすごい一気に、まあ、やっぱり F2.8 までのレンズとF2.8 よりも明るいレンズっていうのはなんかねちょっとまた次元異次元な感じの雰囲気になるんで、まあ、個人的にはポートレートとか、まあ、別にポートレートには限りませんけど 2.8 までのレンズしか使ってない人がもしいたとしたら、もっと明るいレンズ、F2 とか 1.8 とか 1.4 とか、まあ、1.2 とか 1.0 でもいいですけど、まあそういう明るいレンズに挑戦してみるのはすごいいいと思います。まあ、ズームレンズしか使ってないっていうなんか初心者の方、まあ、例えばキットレンズしか使ってないっていう人、キットレンズしか使ってないっていう人は2本目のレンズ、まあ、フルサイズで言えばその僕が使ってる 50mm の焦点距離、まあ、APS-C のサイズで言えば、まあ、30mm 近辺とか、まあ、その辺ぐらいの焦点距離が、まあ、フルサイズでいう 50mm 近辺に近い感じになるかと思うんで、まあ、その辺の焦点距離ぐらいの、まあ、使ってみるのも面白いんじゃないかな、面白いんじゃないかなっていうか、まあ、2本目に買うレンズはね明るめの単焦点で、まあ、標準域のレンズを、まあ、僕はおすすめします。もちろんそのズームレンズは便利なので、まあ、僕も全体的な使用頻度としては24から105っていうレンズを一番よく使うんですけど、まあ好きか嫌いかっていうと、もう圧倒的にこっちの単焦点レンズの方が好きです。でポートレートっていうジャンルに限って言えばズームレンズよりも僕はこの 50mm の方をたくさん使います。まああとね、85mm の中望遠レンズも、まあ、その次ぐらいによく使うんですけど、でもやっぱり 50mm の方が圧倒的に使用頻度としては僕は、まあ、ポートレートっていうところに関して言えば多いかなっていう感じですね。で、まあ、今なんか、まあ、椅子に座ってこういろいろポーズ取ってもらってますけど、まあ、これも椅子に普通に、まあ、座ってもらってもバレエダンサーって絵になるんじゃないのっていう感じでこう、まあ、自由な感じで座ってもらってるんですけど、まあ、こんな感じでもう手足が伸びきった感じのなんか綺麗な感じ、うん、で今度なんかあれですね、クッション無印良品のなんていうのぐじゃって、まあ、自由に座れるクッション、まあ、それを、まあ、渡したらバレエダンサーどう使うんかなっていう感じ、特に指示もなくこれ使って適当にいい感じでお願いしますっていう感じですね。まあやっぱり柔軟性がすごい、まあ、なんかただ体が柔らかいだけじゃなくって、その止まって立った状態で綺麗なつま先とか、なんかその体のなんか何手の先から足の先までのなんか神経の行き方がなんか自然にできる感じですよね。うん、だからやっぱりこう、まあ、だから僕もだからなんていうの、その、まあ、意外なポーズをしてくれるんで、あこんな形になるんっていう感じで、まあ、撮ってる感じです。もうほとんど任せてる感じなんですけど、ポーズは。でバレエはね、ピーチオトはね、仕事としてはね、年に数回そのバレエスクールの撮影をすることが、まあ、毎年もう結構長い期間させてもらってるんですけど、まあ、ステージで撮影する時っていうのは、まあ、その演目で流れている音楽、まあ、クラシック音楽がまあ大体流れていて、そのクラシック音楽のまあリズムに合わせてシャッターをね、まあ、定期的にパシャッパシャッパシャッって切っていく感じですかね。
で、まあ、もちろんあのサイレントモードで、あのシャッター音が鳴らない状態で撮るんですけど、まあ、会場のその観客の人たちに迷惑がかからないように。で、まあ、そのリズムに合わせてっていうのは、そのリズムごとにもうあのバレエはね、あのなんていうの、その1、2、3、4のなんかそのカウントに合わせて、もうあの綺麗なポーズがなんか常にあの決まってるっていう感じだから、カウントからずれたところはそのポーズからポーズへの移動中みたいな感じかな。でカウントに合わせてさえシャッターを切っていれば、常にピシッとなんかね、あのつま先が伸びた地面になんかつま先立ちになってるような感じ、もしくは空中でパシャってジャンプして足が一直線に開いてる状態とか、なんかそんな感じになるんで、もうリズムに合わせて切るっていう感じです。うん、まあ、だから なんかね、まあ、慣れてくるとね、簡単っていうか面白いんですけど、あ、こう今10分経ったんで、今タイマーが鳴った。はい、じゃあこれで10分。ね、今日撮ったやつはね、今撮ったやつと、他にもね、ちょっとバレエの衣装とか多少着た感じで撮ったんで、それもまとめて最後に見てもらおうと思います。はい、じゃあ最後写真どうぞ。Gotta be against the law to look this damn good. Cause baby I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time and I came to groove. The whole band's here and we came to move. Got a fresh haircut and two new shoes. We're here all night like we got nothing to lose. Coming out the jacket cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in hot and I can't be beat. Watch out now. Baby, watch out now. Watch out. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no misses, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law.